石川敦氏、石川敦氏、石川淳、1899年、明治32年3月7日から1987年、昭和62年12月29日は、日本の小説家、文芸評論家、翻訳家、東京府はサクサク生まれ、浦井派、独自孤高の作家とも呼ばれ、エッセイでは、エビス斎先生の名で親しまれた。本名清氏。 東京市浅草区浅草三代市長、現在の東京都台東区倉前にて、銀行課で、東京市会議員、共同銀行取締役の柴厚氏の次男として、生まれる。祖父は、漢学者で、昌平公主館の石川制裁で、制裁により6歳から、論語の素読を学び、淡島寛月より、ホックの手ほどきを受ける。父の厚氏は、爆心だった石川家から札差しを、 営んでいた柴家へ、養子に入ってい,いが、次男の厚氏は、石川家を継ぐため1914年7月、養子に入り家督相続人となった。1905年、聖火小学校に入学し、4年時に聖火小学校の制度改正に伴い旧聖にいぼり、小学校、現在の台東区立台東中高に編入し、1911年、旧聖経過中学校、 現在の経過高等学校に入学、中学時代は和漢の古典、江戸文学、創籍や王外を愛読した。1916年、慶応義塾大学予科に入学するが中退し、1917年、旧制官立東京外国語、学校仏語部入学、アナトール・フランスや、アンドレジットに傾倒。1920年、大正9年に卒業。 日本銀行調査部に勤務するが、間もなく退職する。1921年、大正10年7月から11月まで、横須賀海軍法術学校フランス語講師。10月から1922年、大正11年6月まで、フランス、ルタンの通信事務員。7月から1923年、大正12年3月まで海軍軍令部に勤務。1922年に、 野島達治、高橋国太郎らと同任し、現代文学創刊に参加し、鬼火、ある午後の風景などの小説の終作を発表した。1923年9月から1924年、大正13年3月まで、慶応義塾仏語会にて、仏語講師、関東大震災で山内義雄の家に避難し、ここで1924年に、アンドレジットの、 背徳者翻訳観光。1924年4月、旧制福岡高等学校、新生九州大学教養部の前身の、仏都講師として、福岡に赴任。年俸は1600円、2006年の貨幣価値で800万円、ほどであった。福岡市東洋波町に家庭を持つ、教師時代の入学試験で、新聞紙という作文の答案が、文系の志願者は、 すべてがジャーナリズムとしての新聞。理系の志願者はすべて用紙としての新聞の紙についてったとエッセイに発表。作家、花田清照は自分はその時の受験生だったと書いている。1925年、大正14年11月21日、文部省から派遣された法学博士、蜷川真の講演会がきっかけで学生運動が発生。関係していた。 社会科学研究会は治安維持法違反で解散させられる。石川も左翼学生に加担したとの理由で辞職を勧告されに、学期限りで休職、1926年、大正15年3月に正式に遺願退職した。東京に戻った後は、アンドレジットの法王朝の抜け穴などの翻訳した他は、約10年間創作活動を休止する。 1935年昭和10年の歌人発表から創作活動を再開。1937年普遍で第4回芥川賞を受賞。その直後、1938年の文学会1月号に発表したマルスの歌が反軍国長だとして発金処分抜け、編集責任者川上哲太郎と共に罰金刑に処せられたこともあって、戦時中は 創作に制約を受け、森外における自伝の意味を明らかにした、森外などの評論や、江戸文学の研究に没頭する。1945年5月25日、空爆により、被災、千葉県船橋市に転居、後1947年、世田谷区北沢1丁目に、1948年、世田谷区北沢2丁目に、1949年、 港区柴高か南町に、1953年、杉並区清水町に、1963年、渋谷区代々木上原に、1964年、渋谷区発大に、転居。厚生省の外閣団体に勤務し、同和地区視察のために夏から秋にかけて、北、近畿、四国を旅行。戦後から、旺盛な活動を再開、焼け跡のイエス。 諸女解体などの作品を発表し、太宰治坂口安吾、小田作之助らと共に、浦井派と呼ばれた。1950年から慎重に連載した、エビス人氏筆談など、エッセイも多く執筆。その時期から安倍工房が支持し、安倍の初期作品集、壁に序文を寄せている。1963年、日本芸術委員会員に選出。 1967年、昭和42年に文化大革命が本格化した際には、三島由紀夫、川端康成、安倍工房と連名で、共同生命、文化大革命に関し、学問芸術の自立性を擁護するアピールを発表し、文革を論乱した。1964年8月、ソビート作家同盟の招待に放送し、ついで、東ドイツ、チェコ。 フランスに遊び、10月、帰国した。1975年3月から4月、法中学術文化施設団に加わり、中国各地を歴訪した。1978年5月から6月、フランス、イタリア、オランダを旅行。晩年は、大岡新、丸谷西一らと共に、河川連区の工業をはじめ、現代文学における共同政策の模索も行った。 1953年から1955年まで、早稲田大学生経学部フランス語非常勤講師。1962年から71年まで、芥川賞選考委員。1964年から1969年までは、太宰治郎選考委員を務め、1973年に発足した、おさらぎ次郎賞選考委員、第7回までとなった。 1969年から71年まで、朝日新聞文芸事評論を担当。大外選手、全21巻岩波書店、1978年から1980年の編者を務めた。代表作に、詩音物語、死服千年、強風記などがあり、中でも強風記は多くの若者に支持され、ベストセラーとなった。晩年まで旺盛な活動を続け、 蛇の歌連載中の1987年12月29日に肺がんによる呼吸不全のため東京都新宿区大久保の社会保険中央総合病院で死去。医師により葬儀は不要とされ、翌年1月22日に石川氏と別れる会が催された。若い頃に一度結婚し男児も生まれたが双方死別したとされ、54歳の時に20歳年下の 吉沢勝、幾と、結婚、息子、牧と、娘が生まれた。妻、石川勝、1919から1996による、回想録、晴れのちくもり、ところにより大雨回想の石川厚、ちくま処方、1993年がある。孫は探検家、写真家の石川直樹。一連の作品には、 若い世にわたる学識を背景にした現代社会への批判精神が溢れている。そこに若い頃に関わったアナキズムの考え方に加え、一見奇想天外とも思える。設定の中に自ら精神の運動をと呼ぶダイナミズムを見ることができる。歌人、普遍などの初期作品は昭和10年当時の国作文学の求められる時代に私小説のパロディ、 平野の剣の中での精神の運動を尿絶体と言われる文体で描いた。しかし、マルスの歌発揮と選曲の進展により、それらの方法もままならなくなり、一級突、そろり話などの抽象の世界に進む。戦後すぐに発表した、無害党、焼け跡のイエス、1946年、諸女解体、1947年などでは、無力な主人公が、 戦争末期から戦後の混乱期に生きる中で、花田清輝が、例えば、忍ぶ恋、1922年について、葉が暮竜の末期の目で女人の美しさを捉えようとしたと読み取ったように、半時代的思想とともに、個人の再生を描くが、新日本文学界陣営からは、岩上純一、倉原コレドラの近代主義批判を背景に、虚無主義、 肉体主義を肯定するデカダニズムであり、ダザイ、ンゴと共に文学反動、文化革命の敵として弾劾された。また占領下に刊行された作品集黄金伝説1946年では大名作が黒人兵の描写により GHQ により削除された。九百五十年代には革命的騒乱の予感をはらむ時代の雰囲気に対応して、 歴史を動かすファクターとして働く力ならば、そしてその力が文化を教えていくとすれば、コムミニズムで洗うとナミズムで洗うと、人間の運動にとって便利だらう。エビスひとしりげん歌う明日のためにという思想を、虚構世界に託した、タカ、サンゴ、ナルカミなどの作品群を発表。因果律的な認識に基づく十九世紀的文学への、反抗としての神話的方法による、 歴史に罪を取った落としはなしと題された軽妙な文体による短編軍1949から56年や昇降下の世界名作のパロディ作品軍1946から55年もある。その後、生まれた時はすなわち殺された時であるという荒ぶる神のような男に現実の改革を目指す人々が翻弄される1963年連載の 改め以降、後期長編小説群と呼ばれる、私服宣言、強風機、陸道遊行、天文に小説では傾注した。1970年代に石川のブームが起き、以降は文庫本も次々に再刊されたのは、当時のラテンアメリカ文学のマジックリアリズムと呼ばれた雰囲気と石川の作品との間に流れる共通性が読者に監督れたことが、 大きく貢献している。前週は1948年に全国書房より全六巻で刊行予定だったが、半元倒産により四巻で中絶、畜麻書房で10巻、1961年から1962年、十四巻、1974年から1975年、など数度出版、最終版、全十九巻は翻訳も入れ、1989年、 平成元年から1993年、平成4年にかけ観光された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。